家族。家族は、明治2年、1869年から昭和22年、1947年まで存在した近代日本の貴族階級のことである。国の同情家に由来する家族を同情家族、江戸時代の大名家に由来する家族を大名家族、国家への勲功により、家族に加えられたものを新家族、勲功家族、 親戚降下した元皇族を後親家族と区別することがある。1886年1月、明治19年における人口は3419名で、内子種、家督は525名であった。明治2年6月17日、1869年7月25日、岩倉智美の政策による反籍奉還と同日の行政官二つ。 苦業諸公の章を廃止家族と会務十四号により、従来の身分制度の苦業、諸公の章を廃止。これらの家は家族となることが定められた。訓下三十七や諸二百七十や、明治維新後に訓下となった家5や、維新後に諸公となった家十五やの合計四百二十七家は、新しい身分層である家族に組み入れられ、当初は家族に等級はなかったが、 本人一代限りの家族である、終身家族と子孫も家族となる永世家族があった。またこの後も新たな家族が加えられた。奈良幸福寺の門前や陰下だった公家の指定が、原続して新たな家族となった26夜は、奈良家族と総称された。また、大久保と市道の公により大久保家が、木戸高義の公により木戸家が、 広沢佐根尾美の孔により広沢家が、それぞれ、明治天皇の特使によって家族になったが、家族令以前に家族に列した元君の家系は、この三夜のみである。さらに歴史上天皇に対して、忠節を尽くした者の子孫も、天皇の特使によりこの時代に家族となっている。家族という名称が採用された経緯ははっきりとしない。家族制度の策定にあたった。 伊藤博文は、九行、広沢ねお臣、大久保利道、添島種臣は、貴族、岩倉智美は、君家、名族、皇族、教家などの案を持っていた。討議の結果、貴族と名族が候補に残ったが、決定したのは家族だった。明治以前までは、家族といえば、公家の価格を表す名称で、設計に次ぐ第二位の価格である、聖画家の別称だった。 11月20日、旧諸公の家族は原則東京に住居することが定められた。ただし地方官や外交官として赴任する者はこの限りでなかった。また同月には旧区下の家族の六世が定められ、また家族はすべて地方官の抜き族とする旨が布告された。明治4年1871年には皇族家族取扱規則が定められ、 家族は市民の上に立ってその模範となることが求められた。また、諸公家族は2月20日にすべて東京府の抜き族となった。7月14日には廃藩治験が行われ、治藩寺としての地位も失った。明治7年1874年には家族の団結と交友のため家族会館が創立された。明治10年1877年には、 家族の指定教育のために学習院が開校された。同年家族銀行と呼ばれた第十五国立銀行も設立された。これら家族制度の整備を主導したのは、自らも、公家家族である右大臣、岩倉智美だった。明治九年、1876年、全家族の融和と団結を目的とした、相続制度が発足し、家族は、武家と公家の区別なく、 ケース上の血縁ごとに76の類として分類された。同じ類の家族は、相続会を作り、先祖の祭祀などで交流を持つようになった。明治11年、1878年にはこれをまとめた家族類別録が刊行されている。明治11年、1878年1月10日、岩倉は家族会館の組織として家族部長局を置き、 家族の統制に当たらせた。しかし、公家である岩倉の主導による統制に、武家家族が不満を持ち、部長局の廃止を求めた。明治十五年、1882年、家族部長局は廃され、家族の統制は、区内省直轄の組織である家族局が取り扱うこととなった。岩倉は、政治的には、伊藤と協力関係にあったが、 伊藤や木戸が構想した将来の議会上院形成のために家族を増員すること、具体的には維新の功労者を家族に加えることには強い拒否反応を示した。岩倉はそもそも家族が政治に参加することに反対だった。しかし、明治14年、1881年に国会開設の見事のリが出されると、岩倉もようやく伊藤の方針に同意した。 岩倉の死後は、伊藤を中心に設置された、制度取り調べ局で、家族制度の整備が進められた。家族制度の発足以前から、借位による家族の格付けは検討されていた。明治2年、1869年5月には家族を、公、京、太夫、死の4つに分け、公と京は上下の2段階、太夫と氏は上中間の3段階という京急等級に分け案が、 三色会議から提出された。明治四年、1871年9月には、生因から賛に、上皇、皇、阿皇、上京、京の五級に分ける案が加紋された。これを受けた賛は10月に、皇、京、死の三等級に分ける案を提出した。明治九年、1876年には、法政局が、皇、白、死の三等級案を提出し、 西南戦争以前は三等級案が主流となっていた。明治十一年、1878年2月4日、法政局大書記官尾崎三郎と小書記官桜、井上宇から伊藤博文に対し、公、公、白、子、男の子等級案が提出された。これは、故郷の一つである、来期の王政編に、王者の正六尺皇公,公白公と古本五等とあるのに、 習ったものである明治17年1884年7月7日、家族令が制定された。これにより、家族となった家の当主は、公爵、公爵、伯爵、子爵、男爵の5階の爵位に除された。爵位の基準は、明治17年1884年5月7日に、将軍局総裁柳原咲光から、 大乗大臣三条耳に提出された、尺政備工として提出されたものが元になっており、実際の助舎も概ねこの基準に沿って行われている。公家の助舎にあたっては、価格は、ある程度考慮されたが、武家に関しては、徳川家と元津島藩主総家以外は、江戸時代の価格、国主、思考石など、が考慮されず、国高、それも実際の収入である。 原米のみが選定基準となった。しかし、助舎内記は公表されなかったために、様々な憶測を生み、助舎に不満を持つ者も現れた。また家族令発布と、同時期に、維新前に、公家や諸公でなかった者、特に、伊藤博文ら維新の元君であった者の家29、矢が、家族に劣せられ、当主は借位を受けている。助舎は7月中に3度行われ、 従来の家族と合計して509人の有借者が生まれた。これらの家族は新家族や勲行家族と呼ばれている。また、終身家族はすべて衛生家族に劣せられ、終身家族が新たに生まれることもなかったため、すべての家族は衛生家族となった。これ以降も勲行による受借、皇族の親戚効果によって家族は増加した。借位は家族となった家の古種。 しかも男性の身が重ねくらいした。土地の所有権を示すヨーロッパの爵位や中国の爵位と異なり、この爵位は家に対して与えられるものであり、複数の爵を一人の個人が所有することや、家族で別の爵位を名乗るような事態は存在しなかった。小爵、爵位の昇進によって爵位が変化した家もあるが、爵位の格下げは一例もない。社位の上下により、 ジョイや宮中赤字などでは差別待遇が設けられた。例えば功績を加算しない場合公爵は64歳で11位になるが、男爵が11位になるのは96歳である。公爵は宮中赤字第16位であるが、男爵は第36位である。また、公爵公爵は貴族院議員に無条件で就任できたが、白爵以下は、 同じ爵位を持つ者の五線で選出された。公爵、公爵、白爵、死爵、男爵は、それぞれ英国のプリンス、マークイス、アール、バイクウンと、バロンに相当するものとされた。しかし、英国におけるプリンスは王族に与えられる爵位である、ため、このエフミマロ公爵が、英米の文献において、皇族と勘違いされる例もあった。英国の位で爵と、 日本語訳されるのは、通常はデューケである。家族や、直人間、送人間は1877年の民事、裁判上直送人間家族関門方、明治10年10月司法省定第81号たち、により民事裁判への出頭を求められることがなく、また家族は1886年の、家族世襲財産法により広告の手続きによって、世襲財産を認められた。 その他、総佐都市両借委課長を務めた坂巻義雄は、家族の特権を次のようにまとめている。1886年に、家族は、第三者からの財産差し押さえなどから逃れることが、できるとする、家族世襲財産法が制定されたことにより、世襲財産を設定する義務が生まれた。世襲財産は、 家族家継続のための財産保全を受ける資金であり、第三者が抵当権や質権を主張することはできなかった。しかし同時に、世襲財産は家族の意思で運用することもできず、また債権者からの抗議もあって、大正5年、1915年に当主の意思で世襲財産の解除が行えるようになった。財産基盤が貧弱であった、土の上貴族は、 旧道場家族保護資金令により、国庫からの援助を受けた。さらに、財産の少ない奈良家族や新館家族には、男爵家族、めぐみめぐむ金が交付された。学歴面でも、家族の指定は学習院に無試験で入学でき、高等科までの進学が保障されていた。また、1922年、大正11年以前は、帝国大学に欠員があれば学習院高等科を、 卒業した生徒は無試験で学できた。旧制高校の定員は帝国大学のそれと大差なかったため、学校、学部さえ問わなければ、家族は定大卒の学歴を容易に手に入れることができた。1889年の大日本帝国憲法により、家族は貴族院議員となる義務を負った。30歳以上の高校尺議員は中心。 白紙男爵議員は五選で任期7年と定められ、皇室の判定としての役割を果たすものとれた。また貴族院令に基づき、家族の待遇変更は、貴族院を通過させねばならないこととなり、彼らの立場は終戦後まで変化しなかった。議員の一部は貴族院内で研究会などの会派を作り、政治上にも大きな影響を与えた。なお、家族には、 衆議院議員の非選挙権はなかったが、高橋惚歴世のように隠居して、借位を息子に譲った上で立候補した例がある。同年定められた、休校室転範と、皇族通婚令により、皇族との結婚資格を有する者は皇族、または家族の出である者に限定された。また宮中への出入りも許可されており、届け出をすれば、宮中三殿の一つ。 剣所に参拝することもできた。自重も家族出身者が多く、歌会士などの皇室の行事では家族が役割の多くを担った。また、皇族と親族である家族が死亡した際は服もすることも定められており、家族は皇室の最も近い存在として扱われた。借位を有するのは家督を有する男子であり、女子が家督を継いだ場合は、 女子されなかったが、家族としては認められ、後に家督を継ぐ男子を立てた場合に就職が許された。しかし、女子氏は1907年、明治40年の家族令改正で廃止され、男当主の存在が必須となった。また男系相続が原則であると規定されている。また有借者は原則として、隠居を禁じられていたが、1907年、明治40年の改正により、 民法と同様の隠居が可能になった。家族令によると、家族とされるものは、有借者のみであるとされていたが、皇室天般にある皇族は、皇族及び家族のみと結婚できるという規定と矛盾するという指摘が行われた。このため貴族院では、家族の範囲を、有借者の家族にまで広げるという議決が行われたが、提出制度調査局による修正により、 結局、有者者のみが家族であり、その家族は、有者者の余告によって、俗称としての家族を名乗るという扱いとなった。また、1907年、明治40年の家族令改正より、家族とされる者は家督を有する者及び同じ戸籍に、ある者を、指、たとえ家族の家庭に生まれても、平民との婚姻などにより分析した者は、平民の扱いを受けた。また、当主の書子も、 家族となったが、目掛けはたとえ当主の母親であっても、家族とはならなかった。こうも同様で、大正天皇の実母である、柳原愛子は、皇族ではない。養子を取ることも認められていたが、男系六神党以内が原則であり、家族の身分を持つことが条件とされていた。家族は、宮内大臣と宮内省、捜査と資料の監督下に置かれ、 公室の判定としての品位を保持することが求められた。また、家族指定には相応の教育を受けさせることが定められた。自身や一族の私生活に不祥事があれば、捜査都市両親議会にかけられ、場合によっては、借位剥奪、除足、家族礼遇停止といった厳しい処分を受けた。家族制度は成立当初、一軍万民の概念に背き、 天皇と親民の間を隔てる存在であり、家族は無意図職の都であるとして、家族制度の存在に反対する者も,もいた。島地木来や小野あずさ元老飲食機関が反対の論人を張り、長野新聞市場で激しい論戦が繰り広げられた。長野新聞は、明治十三年、1880年に、家族敗すべしと題した論説を掲載している。また政府内でも、 井上武氏は当初借位制度に反対していたが自由民権運動の勢力拡大に伴い家族と妥協するため主張を変更している。板垣大助も家族制度は市民平等に反するという主張を持っており明治20年1887年に白爵に除された際も二度にわたって辞退した。しかし天皇の意志に背くことはできずに結局は爵位を受けたが この時には、家族制度を疑問視する意見書を提出している。また、明治40年、1907年には、全家族に対して、家族の世襲を禁止すると意見書を配り、他に他的と激しい論争になった。死の直後には、家族一大論を出版し、息子保古太郎に遺言して、就職手続きも行わせなかったため、板垣伯爵家は廃絶した。 ブラック解放運動家の松本慈一郎は、広田内閣当時に衆議院議員として不当に立て祭られる家族の存在こそは、ブラック民が不当に下げ済まれる原因であり、家族制度を廃止すべきと思うがどうかと質問た。家族は、皇室の判定として期待されたが、奈良家族をはじめとする中級以下の旧、区下などには、経済基盤が貧弱だったため生活に困窮するものが現れた。 家族としての対面を保つために多大な出費を要したためである。政府は何度も家族財政を救済する施策を取ったが、家族の身分を返上する家が後を絶たなかった。一方、大名家族は家屋敷などの財産を保持し、維新後数十年間は軽く、それに引き続いて金禄交際が支給されたため一般に裕福であり、休暇臣との人脈も、 財産を守る上で役立った。それでも、明治末期以降は送電の家宝が、売り立て、入札の形で売却されることも多くなり、大名家族の財政も次第に悪化しつつあった。家族銀行として機能していた15銀行が、金融強行の最中、昭和2年、1927年4月21日に、破綻した際には、多くの家族が財産を失い、途方に暮れた。 家族は現代の芸能人のような扱いもされており、婦人画報などの雑誌には家族子女や婦人のグラビア写真が掲載されることもよくあった。一方で家族の私生活も一般の興味の対象となり、柳原美白蓮、柳原咲光白爵次女が、勇婦のみで年下の社会主義活動家と駆け落ちした、白蓮事件、吉川か子、吉川幹治夫人、 吉川県政伯爵四女がお抱え運転手と図った、千葉真中、吉井徳子、吉井勇伯爵夫人、柳原義光伯爵次女とその遊び仲間による男性交換や自由恋愛の不良家族事件など、数々の家族の集文が新聞や雑誌を賑わせた。制度発足当初は、貴族院議員として、また、軍人、官僚として、 率先して国家に貢献することも期待された。貴族院議員として政治に参画しようとする場合、高校釈と伯爵以下とでは条件やインセンティブに大きな違いがあった。高校釈議員の場合、無条件で終身議員になれる上、その名誉で議長、副議長ポストにも優先的に就任できた。ただ、無報酬のため、中には、 第五忠政のように腰弁あたり徒歩で登院したり、佐賀君勝のように登院に不熱心な議員も存在した。白紙男爵の場合、七年ごとに五選があったが、衆議院議員と同額の報酬もあり、家計の助けとなった。中には、水野正のように、各家の生活上の面倒を請け負いながら、選挙の調整を図る人物も登場した。陸軍士官学校には、明治十年代、 家族指定のための特別な余暇が設けられた。しかし希望者が少ない上、巨弱体質などで適正割合が低く、時期に廃止された。有名な家族軍人としては、陸軍では、前田利成や、町尻領元、海軍では、大悟忠重や小笠原長浦がいる。深度として、最も適正があったと思われる、国家機関は、宮内省である。特に旧、 同情家族は、皇室、朝廷との縁や、代々伝わる儀礼を活かせた。歴代天皇も彼らとの縁を重んじ、逆に離れていくことを拒んだ。他官庁の高級官僚になった例としては、木戸孝一、商工省や岡部長影、外務省、広畑忠隆、低信省らがいるが、立身出世主義の風潮が強い官会では、もともと恵まれた生活環境にある。 家族官僚への目は、冷ややかだったという。実際に三人とも、ある程度のキャリアを経て、区内省へ転じている。学問の道に進む家族も多かった。高等教育が約束されていた上、その後も、学級を続けるだけの安定した経済的基盤に、恵まれていたためで、独自に研究所を開く者も,も少なくなかった。徳川林生士研究所を開いた、徳川義地植物学。 八チス戦で知られる八塚忠氏、八チ忠カ鳥類学、D.H. ローレンスを研究した、岩倉智秀、A 文学らが代表例である。大戦合衆は父、岩の異名で陸軍に入ったが、その寄付になじめず考古学者に転身した。珍しい深度に進んだ例としては、演劇の肘方義、本名、久高、伯爵が挙げられる。肘方はソ連での、 反体制的言動により、社会剥奪となった。昭和に入ると、家族の中にも、社会改造に興味を持ち、活発な政治活動を行う家族が増加した。こうした家族は、革新家族あるいは、新進家族と呼ばれ、戦前、昭和の政界における一潮流となった。この絵踏みま有馬よりやす、木戸光一、原田熊尾、河山愛介、 徳川義親などが知られる。昭和22年、1947年5月3日、法の下の平等、貴族制度の禁止、栄転への特権付与否定、第14条を定めた日本国憲法の施行により、家族制度は廃止された。当初の憲法草案では、この憲法施行の際限に家族その他の地位にあるものについては、その地位は、その生存中に限り、 これを認める。ただし、将来家族その他の貴族たることにより、いかなる政治的権力も有しない。補足第九十七条と、存命の家族一代の間はその英釈を認める、形になっていた。昭和天皇は、宮道上家族だけでも尊知した意向で、自ら男尺でもあった、しで原喜重郎もこの条項に強いこだわりを見せたが、衆議院で即時廃止に修正。 足田修正して、可決、貴族院も衆議院で可決された、原案通りでこれを可決した。小田部祐二の推計によると、創設から廃止までの間に存在した家族の総数は、1011夜であった。廃止後、家族会館は、霞会館、運営は、一般社団法人霞会館と名称を変更しつつも存続し、現在も、旧、家族の親睦の中心となっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。